劉備ってよく、デカ耳、と呼ばれて振り返れば自分の耳が見えるほど耳が大きかったらしいんだけど、そんな人間って本当にいるのか気になるゆっくり霊夢です。仮にもしそんな耳が大きかったら兜とかを被るときに大変そうだぜ。耳を折りたたんで兜を被っていたのかな、と劉備のことを想像するとちょっと笑える。劉備のことは割と好きなゆっくり魔理沙だぜ。今回は三国志小話として、三国志最強の武将は孫策なのではないか、という考察をしていきたいと思うわ。孫策は私の大好きな武将だしね。もうめちゃくちゃだよな。呂布を紹介した回では霊夢は呂布が三国志最強の武将、だと言っていたのに。まあこの饅頭は気分によって言っていることがコロコロと変わるからなぁ。そんな細かなことは置いといて。まずは孫策が演術に使えるまでの流れを軽く紹介するわ。孫策は数多の武功を打ち立てて江東の虎と呼ばれた猛将、孫権の息子よ。190年。天下を牛耳っている董卓を倒すために反董卓連合が結成されると孫権はこれに参戦し、主に演術の手駒としてこの連合軍に参加している、諸将の中で一番の功績を挙げた。董卓軍を大破する武功を挙げた人は孫権ぐらいなもんなのよね。ちなみに190年当時の孫策の年齢はまだ16歳であり、家族を引き連れて揚州野の県に避難しているわ。孫権としてもまだ成人もしていない子供を戦場に連れて行くわけにもいかず孫策に家族を守るように命じたのかもね。そして孫策は避難先で重祖父が大尉経験者で、かつ父親の周囲が洛陽県令だった名家出身の周囲と出会い、孫策と周囲は同い年だったのもあって気が合い、周囲は孫策に大きな家を貸したり孫策の母親に挨拶したり物資の援助もしていたみたい。むむむ。この時孫策はまだ16歳か。まだまだ子供の年齢だぜ。まあそんな年齢だったけど孫策は父親の名声にあぐらをかかずに士大夫を積極的に自分の元に集め、江淮一帯の人々の名声を手に入れることに成功した。これは周囲の一族の名声あってのものかもね。しかし、そんな孫策に不運な出来事が起こる。191年。演術の命令を受けた孫権が慶州の有料を攻め、孫権は、終始戦いを有利に進めたものの流れ屋に当たって戦死した。その後、孫権軍は孫権の甥である孫奮が引き継ぐことになり彼は後に演術が受春に来ると演術に仕えたもんで、旧孫権軍の諸将のほとんどが演術軍に吸収されたの。まあ孫権軍はずっと演術軍の援助を受けていたからな。演術に使えるのもまあ普通の流れだぜ。孫策はどうしたんだ？おそらく孫策としても非常に迷っていたわずよ。孫策は徐州牧刀剣にめっちゃ嫌われていてその流れで南に逃げ続け、切羽詰まった孫策は旧孫権軍であり演術に使えていた孫策の叔父の丹陽太守呉慶の元に身を寄せた。当時、孫権軍のほとんどが演術軍に吸収されていた。なもんで孫策の、配下は豪族の娘と結婚し、食客100人と共に孫策に仕えた予判。それと旧孫権軍の諸将だったものの演術に従わずに孫策に仕えた孫家だけだったの。彼らは孫策が落ち目だったことがわかっていたのにもかかわらず演術に仕えずに孫策に仕えた男たちなもんで、孫策は誰よりもこの二人のことを信用し、孫策は予判を、親族同様の待遇をして一族の飲み会に予判を招いたりしていたみたい。なんで徐州の刀剣が孫策のことを嫌っていたのか、というと、刀剣は孫策のことを演術のスパイだと思っていたんだよな。それもそのわず、だって孫策の父親の孫権軍のほとんどが演術に仕えているからな。まあ叔父の呉慶の下で孫策はコネで数百人の兵を徴兵することに成功し、この兵士を元手に呉慶と協力して三族の祖老を討伐しているの。そして194年、孫策は呉慶の元を離れて正式に演術に仕えることにし、演術も孫策の非凡さを認めたので演術は旧孫権軍の将兵を孫策に返還したの。この時、孫策はまだ20歳らしいわ。成人したので軍を返したってことかな。孫権軍の将兵は孫権を慕っている人が多いから、彼の息子である孫策がこれを率いるのにふさわしいと演術も判断したってわけか。
孫策はまだ演術軍の下っ端に過ぎなかったものの、偶然にもこの時朝廷から大夫馬術帝が混乱している関東を威武するために受診にやってきた。孫策はこの馬術帝から正式に会議行為という官職をもらい、演術軍の家臣の中でも一目置かれる存在になったの。おそらく漢王朝も孫権の快進撃を評価していたんだろうな。だからこそ孫権の息子の孫策を高く評価したと。演術は孫策を見ると常に、俺に君みたいな息子がいれば安泰なのになぁ、と嘆き、またある時に孫策の兵士が罪を犯した際にその兵士が演術の陣営に逃亡したことがあった。孫策はこれを知ると演術に無断で人を演術の陣営に派遣し、罪を犯した人を捕らえてこれを処刑したの。そして処刑を終えると正式に演術に謝罪。したもののこれに演術は、兵士とは元より謀反を起こす者が多い。これは我々が一番恐れていることだ。君が謝る点は何一つない、と言い、この一件がきっかけで演術軍の人々は孫策を恐れるようになったの。これがまだ20歳だってんだから驚きだぜ。演術は当初、孫策を旧皇太子にすると約束していたもののその約束を反故にして丹陽の陳喜を旧皇太子に任命し、後に演術が露光太子陸光を攻めると孫策に先は約束を破り陳喜を太子に任命したが、陸光を破れば君を露光太子に任命する、と言ったの。そして孫策は無事に陸光を攻めてこれを打ち破ったものの、またもや演術は約束を破って劉君をこれの太子に任命した。故に孫策は演術をひどく憎んでいたの。実はこれはちょっと怪しい記述なんだよな。孫策はこの時まだ演術に仕えてばかりの将軍であり、どれだけ武功を挙げても演術が彼を太子に任命するわけがないんだよな。それこそ演術軍には孫策よりも格上の官職を持っている奴らばかりだし、演術が本当に孫策を太子にすると明言したって、いう記述は正直怪しいと思っているぜ。後に孫策は演術に対して謀反を起こすのでこういう謀反するにあたる正当な理由を作ったのではないか、とも邪推しちゃう。なもんで孫策は長相、長公、新相、陳譚といった地方の士を集め、さらに賞金、秀才、陳武、両僧という勇猛な人々を集めて演術の元から独立する準備をし始めた。そして195年孫策が21歳の時にようやくチャンスがやってきた。この時演術は朝廷が正式に任命した楊州刺史劉曜と楊州の支配をめぐって大いに争っており、演術は呉慶と孫奮に劉曜討伐を命じたものの彼らはこれといった武功を打ち立てられなかった。これを好機と見た孫策は即座に演術に叔父の呉慶らの救援に出向き、私が演術様のために皇統を平定してみせます、と宣言したの。演術は孫策が、自分にいい感情を持っていないことは知ってはいたものの、孫策一人の力では独立できまい、と考え、孫策を摂政行為、天皇将軍代行に任命して劉曜討伐を命じた。まあこの時の孫策軍は兵士の数はたったの千出馬は数十匹、さらに賓客で孫策に従う者の数は数百人だったものの、進軍するたびに孫権の、名声のおかげか孫策軍に従軍する人の数は増えに増え続け、歴陽に到達すると孫策軍の数は5,000ほどになったんだけど、ちなみにこの進軍にあたって孫策は旧孫権軍の猛将である七、郊外、関東、帝府らを自軍に加え、南下親友の周瑜も孫策を助けにやってきた。これがまだ21歳なんだぜ。信じられるか。その後、孫策は呉慶らが長年倒せなかった劉曜をあっという間に討伐し、人々は孫策軍の強さに恐れおののいたのと同時に、孫策軍はきっちりと軍令を守るため民たちは孫策に懐いた。さらに孫策はものすごいカリスマを持っている男であり、度量が大きくどのような進言でも耳を貸すし、先の人材登用を見てもわかる通り、孫策は人材をよく用いた。なもんで孫策と話した者の多くが孫策のためならば命を投げ出してこれに従おう、と思う人が多かったの。これが孫策軍の強さの秘訣ね。孫策は周瑜を筆頭に地方の士を多く従えており、猛将も多くいる。それに兵士も強いと。最強かよ。197年、孫策が23歳の時、
孫策は順調に江東を平定していき、これに焦った袁術は自分の配下である袁寅を丹陽太守に任命するなどの対抗をしたものの、孫策は袁術の配下なのになんと袁寅を追放するなどの行為をして袁術に反旗を翻してきたの。まあ孫策はまだ袁術の部下、なので孫奮、呉慶らを袁術の元に派遣して一応袁術に従ってますよっていうアピールはしてたんだけどね。そして同年197年、呉を煮やした袁術が皇帝を占勝すると孫奮、呉慶を筆頭に多くの諸将が袁術に見切りをつけ、孫策の元に逃亡したの。そして孫策は袁術が皇帝を占勝したのを好機と、見て袁術に書状を送ってこれを攻めて絶好を宣言した。孫策としてはどうやって袁術から謀反をしようか考えている中で、袁術が皇帝を占勝してくれてラッキーだと思ったわずだぜ。このおかげで孫策の謀反は正義となり、袁術に従っていた旧孫権軍の諸将がこちら側に流れてきたんだから。199年、孫策が25歳の時江東を平定した。この時、曹操は袁紹と関との戦いの準備をしながら、江東を制覇した孫策もめっちゃ気になっていたの。なもんで曹操は孫策を懐柔するために自分の弟の娘を孫策の弟の孫強に嫁がせ、さらに自分の息子の曹昇と孫奮の娘を結婚させるなど孫策のご機嫌取りをしている、のよね。まあこの時、孫策の死期は迫ってきてたんだけど、むむむ、破滅の音が聞こえてきたか。孫策は195年から199年にかけてたった4年ほどで江東を平定した。無論こんな年数では江東という広い土地は統治できず、ここで孫策は自分に従う豪族は生かし、反発する者は一族ごと殺害するという強引なことをしているの。このような暴君とも言える統治ができているのも孫策の、カリスマ性と怖さゆえね。しかしそれが彼の命取りになった。200年、孫策は一人で外出中に以前処刑した虚構という人物の触覚たちと出会って暗殺されたの。父親と同じくあっけない最後だったわ。そして孫策の死後、彼の弟の孫権が後を継ぐものの、江東は孫策のカリスマ性があってかろうじて統治できていた土地だったので反乱祭りになるのは少し後の話。じゃあこれ孫策が豪族を処刑したのがまずかったのか、と言われると一概にもそうとは言えないんだよな。曹操様や劉備だって大なり小なり孫策と同じ行為をしているし。ただ、短期で外出したのは明確に悪いとは思うけどな。さていかがでしたでしょうか、今回のお話は。もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎だぜ。もし孫策が生きていれば天下を平定できたのではないか、とも妄想しちゃうな。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。